立花高校が台湾に来るきっかけとなった人々第7章京都立花高校の台湾書や飛行機は暗闇の中を飛びますが、オレンジ高校吹奏楽部の先生と生徒の皆様、窓の外を眺める人もいます。いくつかの復習レッスン目を閉じて休む人もいる。台湾の国慶節に関連したニュースを読む人もいます。台湾の文化環境に興味がある人もいます。長いフライトを終えた飛行機は台湾領空に侵入。窓の外の光が暗かったのに明るくなってきました。生徒たちは期待と喜びでいっぱいです。台湾が来ると言わざるを得ません。飛行機を降りて台湾の地へ足を踏み入れる違う感情が胸に湧き上がりました。入国手続きを済ませて入国ゲートを出る建国記念日準備委員会委員長、文団連盟事務局長李芳珍、日本台湾協会の方々がご挨拶に来られました。空港で集合写真を撮った後、観光バスでグランドホテルへ。雨の夜は私的で少し湿り気のある雰囲気が漂います。ホテルにチェックインしてから立花高校吹奏楽部生徒、今すぐスポーツウェアを着てください。会場に行くのが楽しみです。夜の台北まだ大雨が降っています。生徒たちは予定通り授業に出席しています。大統領官邸広場へ行く準備をする。立花高校吹奏楽部ってどんなところ？大統領官邸に到着しましたか？引き続きロックしてください。立花高校が台湾に来るきっかけとなった人々